握り飯。長井花譜作。古川、古石場町の警防団員であった荒物屋の佐藤は、3月9日夜半の空襲に、やっとのこと、火の中を火災橋近くまで逃げ延び、頭巾の間から真っ赤になった目をしばだたきながらも、放水路堤防の草の色と水の流れを見て、初めて命拾いをしたことを確かめた。しかし、どこをどう逃げ迷ってきたのか、さっぱり見当がつかない。逃げ迷って行く道すがら、人なだれの中に子供をおぶった女房の姿を見失い、声を限りに呼び続けた。それさえも今になってはどこのどのあたりであったかわからない。夜通し吹き荒れた西南の風に渦巻く煙の中を人混みにもまれもまれて、後へも戻れず先へも行かれず、押しつぶされつつあえぎながら人並みの崩れていく方へと無我夢中に押し流されていくよりしょうがなかったのだ。するうち人混みが少しまばらになり、息をつくのと足を運ぶのがだいぶ楽になったと思った時には、もう一歩も踏み出せないほど疲れきっていた。そのまま意気地なくその場にしゃがんでしまうと、どうしても立ち上がることができない。気がつくと、背中に着物や食料を押し込められるだけ押し込んだリュックサックを背負っているので、それを取り下ろし、よろけながらようやく立ち上がり、前後左右を見回して、佐藤はここに初めて自分のいる場所のどこであるかを知ったのである。広い道がつま先上がりに高くなっているはずれに、橋の欄干の柱が見え、晴れた空が遮るものもなく遠くまで広がっていて、いまだに吹き荒れる烈風がなおも鋭い音をして、道の上の砂を吹きまくり、堤防の下に立っている焼け残りの樹木と焦げた柱ばかりの小家を吹き倒そうとしている。そこら中、矢具、タンス、風呂敷包みの投げ出されている間間に、砂ほこりを浴びた男や女や子供が寄り集まり、中にはけが人の介抱をしたり、または平気で物を食べているものもある。橋の彼方からいっぱい巡査や看護婦の乗っているトラックが2台。今方、佐藤の逃げ迷ってきた焼け跡の方へと走って行くのが見えた。大勢の人の呼んだり叫んだりする声のかしましい中に、子供の泣く声の烈風にかすれていくのが一層物哀れに聞こえた。佐藤は短くそれらの声を聞きつけるたびたび、もしや途中ではぐれた女房と赤ん坊の声があってくれたらばと、足元のリュックサックもそのままに声のする方へ歩きかけたのも一度や二度ではなかった。避難者の群れは、朝日の晴れやかに差してくるに従って、どこからともなくおいおいに多くなったが、しかし、佐藤の見知った顔は一人も見えなかった。喉が渇いてたまらないのと、寒風に吹きさらされる苦しさとに、佐藤はとにかく荷物を背負い直して、橋の渡り口まで行ってみると、海に続く荒川放水路の広々した眺望が横たわっている。橋の下には焼けない釣り船が幾層となく枯れ足の間につながれ、緩やかに流れる水を隔てて、向こう岸には茂った松の木や、こんもりした樹木の立っているのが言い知れず穏やかに見えた。橋の上にも堤防の上にも、また水際の砂地にも、命拾いをした人たちがうろうろしている。佐藤は水際まで歩み寄って、またもや頭巾をはねのき、荷物を下ろし、
顔から先に目を洗ったり、焼け焦げだらけの洋服の塵を払ったりした後、棒のようになった両足を投げ出して、どっさりその場に寝転んでしまった。すると、そのすぐそばに泥まみれのね、もんぺを吐き、風呂敷で放火盛りをした若いおかみさんが、頭巾をかぶせた四五歳の女の子と大きな風呂敷包み等を抱えてしゃがんでいたが、同じように真っ赤にした目をパチパチさせながら、ちょっと伺いますが、東洋公園の方へはまだ帰れないでしょうか、と話を仕掛けた。さあどうでしょう。まだ燃えてるでしょうからね、おかみさん。あのあたりですか。ええ、私、平井町です。一緒に逃げ出したんですけど、途中ではぐれてしまったんです。どこへ聞きに行ったらわかるんでしょう。という声も一言に涙ぐんでいる。とてもこの騒ぎじゃ、今すぐにはわからないかもしれませんよ。私も女房と赤ん坊がどうしたろうと、困っているんですよ。まああなたも、私どうしたらいいでしょう。とおかみさんはとうとう声高く涙をすすり上げた。しようがないから焼け跡に町会ができたかどうだか見てくるんですね。それよりかおかみさん、どこか行き先の目当てがあるんですか。家は遠いんです。成田です。成田ですか。それじゃあどの道一度町会へ行って証明書をもらってきた方がいいでしょう。一休みして私も行ってみようと思っているんですよ。私は古い市場にいました。もう一軒行徳に心安いとこがあるんです。そこへ行ってみようかと思っています。行徳なら歩いて行けますよ。この近辺の避難所なんか行くよりは、そうした方がよくありませんか。私も市川に知った家がありますからね。あの辺はどんな様子か、行ってみた上で考えてみようと思ってるんです。もうこうなったら、古事記同様でさ、しようがありませんよ。佐藤も途方に暮れた眼差しで、風の鳴り響く空の方へ向けたとき、堤防の上から、炊き出しがありますから、町会まで取りに来てください、と呼び歩く声が聞こえた。佐藤は市川で、ざるや籠を作って卸売りをしている家の主人とは商売柄、心安くしていたので、頼み込んでその家の一間を貸してもらった。そして竹細工の手伝いをしたり、また近所の家で作る高ぼうきを背負ったりして、時々東京へ売りに行った。その都度、元住んでいた町の町会へも立ち寄り、女房子供の生死を調べたが、手がかりがなかった。せめて死骸のありそうな場所だけでも、と思ったが、それも、わからずじまいであった。火災を逃れた市川の町では、古福大の森の若葉が日に日に青く、ママ川邸の桜の花もいつの間にか散ってしまった頃である。佐藤はある日、いつものようにざるを背負い、束ねたほうきを担いで、商船浅草橋の駅から橋田元へ出たとき、焼き出された時、その朝、火災橋の下で一緒に炊き出しの握り飯を食って、そのまま別れたおかみさんが、同じ電車から降りたものらしく、一足先へ歩いていくのに出会った。わけもなく、その日のことが思い出されて、佐藤は後ろから、もし、おかみさん、と呼びかけた。あら、あの時はいろいろ。お世話様になりました。振り返るおかみさんの顔にも同じような心持ちが浮かんでいる。見れば、火災橋下で初めて見た時よりも
今日はずっと良い女になっている。年は22、23、子供を連れていないので、まだ結婚しない女とも見れば見られる若々しさ。ほうかぶりをしたタオルの下から、縮らし髪の垂れ下がるおそうめでは、色も白く、口元にはこぼれるような愛嬌がある。仕立て直しのもんぺ姿もきちんとして、何やら四角な風呂敷包みを背負った様子は、買い出しでなければ自分と同じように行商でもしているのかと思われた。おかみさん、もうこっちへ帰ってきたんですか？いいえ、まだあっちにいます。あっちとは行徳ですか？ええ。じゃああれっきりわからないんですか？いっそわからない方がいいくらいでした。警察で大勢の死骸と一緒に焼いてしまったんだろうっていう話です。運命だから仕方がありませんよ。私の方も未だに分からずじまいですよ。お互いに諦めをつけるよしようがありませんね。私たちばっかりじゃないんですから。そうですとも、あなたの方が子供さんが助かっただけでもどんなに幸せだか知れませんよ。私に比べれば。思い出すと夢ですわね。何か良い商売を見つけましたか？飴を売って歩きます。野菜も時々持って出るんですよ。子供の食料代だけでもと思って思いまして。私もご覧の通りさ、行徳なら市川からはひとまたぎだ。良い商売があったら知らせてあげましょうよ。番地は？南行徳町の藤田っていう家なんです。八幡行きのバスがあるんですよ。それに乗って相川っていう停留所で降りて、お聞きになればすぐわかります。百姓しているうちです。そのうちお尋ねしましょうよ。須崎町の郵便局に少しばかりですけど、お金が預けてあるんですよ。取れないもんでしょうか？取れますとも。どこの、郵便局でも取れます。利差者ですもの。通帳があれば。通帳はうちの人が持っていったきりですの。そりゃあ困ったな。でもいいでさ。あっちへ行ったとき聞いてあげましょう。すみません。いろいろお世話様です。これから今日はどっちの方面です？上野の方へでも行ってみようかと思っています。広小路から池の旗の方、ポツポツ焼け残ったとこがあるそうですから。じゃあ一緒に一回りしてみようじゃありませんか。下屋も上野よりは焼けないよそうですよ。時効もよし、天気もよし、二人は話しながら焼け残った町々を売り歩くと、案外よく売れて、山下に来かかった時には、飴はいつか残り少なく、ほうきは一本もなくなり、ざるが三つ残ったばかりであった。停車場前の石段に腰をかけて、二人は携帯の弁当包みを開き、またもや一緒に握り飯を食べ始めた。あの時のおむすびはどうでした？あの時だから食べられたんですぜ。玄米の生炊きで、おまけにじゃりじゃり砂が入っている。驚きましたね。おかみさんは、いかがです？と、小鰻の佃煮を佐藤に分けてやると、佐藤は豆の煮物を返礼にした。おかみさんは、小鰻は近所の裏安で取れるから、お弁当のおかずには不自由しないような話をする。佐藤は女房子供を亡くしてから、今日が今日まで、こんなに面白く話をしながら物を食ったことは一度もなかったと思うと、むやみに嬉しくてたまらない心持ちになった。ねえ、おかみさん、
あなたこれから先どうするつもりです？まさか一生涯一人で暮らす気ではないでしょう。さあどうしていいんだか、今のところ食べてさえいければいいと思っているくらいですもの。食べるだけなら心配することはありませんや。男の方なら働き次第っていうこともあるでしょうけど、女一人で子供があっちゃ並大抵じゃありません。だからねえ、おかみさん、どうです？私も一人、あなたも一人でしょう。縁は否ものっていうこともあるじゃありませんか。あの朝一緒に炊き出しを食べたのが不思議な縁だったっていう気がしませんか。佐藤はおかみさんが心持ちを悪くはせぬかと絶えずその顔色をうかがいながらじわじわ口説きかけた。おかみさんは何とも言わない。しかし別に驚いた様子も困った風もせず、決まりも悪がらず、四十口元に愛嬌をたたえながら、佐藤がまだ何か言い続けるつもりかしらというような顔をして、男の口の動くのを見ている。おかみさん、千代子さんでしたね。ええ、千代子。千代子さん、どうです？いいでしょう。私と一緒になってみませんか。奮発して二人で一稼ぎ、稼いでみようじゃありませんか。戦争も大きな声じゃ言われないが、もう長いことはないっていう話だし。本当にね、早く肩がついてくれなくっちゃしようがありません。よこれない自分、何のご商売でした？洗濯屋してていたんですよ。お得意も随分あったんですよ。だけど戦争でだんだん暇になりますし、それに自体お酒がよくなかったりするもので。そうですか。旦那は生きる方だったんですか。私ときたらお酒もタバコも両方ともからいけないんですよ。そっちなら誰にも負けません。ようございますわね。お酒が好きだとどうしてもそれだけじゃ済まなくなりますからね。悪いお友達もできるし、今自分こんなお話をしたってしようがありませんけれど、ずいぶん嫌な思いをさせられたことがありましたわ。お酒に女、そうなると決まって勝負事っていうやつがつきまとってきますからね。まったくですわ。事態場所柄もよくなかったんですよ。盛り場が目と鼻の間でしたから。お察ししますよ。並大抵の苦労じゃありませんでしたね。本当にもう子供がなかったらとそう思ったこともたびたびでしたわ。あたりは汽車の切符を買おうとする人たちの行列やら、立ち退く理財者の行き来やらでざわついているだけ。かえって二人は人目をはばかるにも及ばなかったらしい。いきなり佐藤は千代子の手を握ると、千代子は別に引っ張られたわけでもないのに、自分から佐藤の膝の上に身を寄せかけた。急戦になるとそれを遅しと待っていたように、どこの町々にも大抵停車場の付近を主にしてさまざまな露店が出始めた。佐藤と千代子の二人は商船石川駅の前通り、戦争中早く取っ払いになっていた商店の後の空き地におでん屋の屋台を据えた。土地の人たちにも前々から知り合いがあったので、佐藤の店はごたごたよしずを連ねた露店の中でも最も駅の出入り口に近く、一足の一番寄りやすい一等の場所を占めていた。年が変わると間もなく世間は
銀行預金の封鎖に驚かされたが、日銭の入る労働者と露店の商人ばかりは、物資の投機にかえって海中都合が良くなったらしく、町の商店が日の暮れるとともに戸を閉めてしまうにもかかわらず、空き地の露店は毎夜11時近くまで電灯をつけていた。あたりの様子でその夜もかれこれその時刻になったらしく思われた頃である。サトンの店の鍋の前にぬっと顔を出した女連れの男がある。取り打ち帽にジャンバー半ズボン。女は引き眉毛にお白い口紅、縮れ髪に青いマフラーの頬かむり、スコッチ島の街灯を着ている。人柄を見て佐藤は、いらっしゃい、つけますか、と言いながら、勘どくりを取り上げた。あったら合成紙でない方が願いたいよ。これは高級品ですから、上がってみればわかります。おお、それはありがたい、と男はコップをもう一つ出させて、女にも飲ませながら。お前どう思った？あの玉じゃせいぜい奮発しても、半分というところだろう。私もそう思ってたのよ。まさか、いる前でそうとも言えなかったから、黙ってたんだけど。二人ともそれとなく、あたりに気を配りながら、小声に話し合っている。檻からごそごそとよしずを肩寄せ、その間から身を斜めにして店の中に入ったのは、毎夜、子供を寝かしつけた後、店じまいの手伝いに来る千代子である。千代子は電灯の光をまともに鍋の前に立っている客の男とその場の弾みでぴったりと顔を見合わせた。二人の表には驚愕と怪訝な感情が稲妻のごとくひらめき現れたが、互いにあたりをはばかったらしく、あらとも何とも言わなかった。客の男はやにわにポケットから札束をつかみ出して、会計いくら？お酒が3杯と佐藤はおでんの小皿を眺め、430円になります。釣りはいらないと100円札5枚を投げ出すとともに、男は女の腕をひっつかむようにして出て行った。外は真っ暗で風が吹いている。さあ片付けよう。と佐藤は売れ残りのおでんが浮いている大きな鍋を両手に持ち上げて下に下ろした。それさえほとんど心づかないように客の出て行った外の方を見送っていた千代子はにわかにおぞけだったような顔をして、あなた、なんだ変な顔しているじゃないか、あなたと千代子は佐藤に寄り添い、違いないのよ、生きているんだわ。生きてる？誰が？誰ってあのあなた。と哀れみを請うような声をして佐藤の手を握り、あの人よ。確かにそうだわ。あのお前のあの人かい？そうよ。あなたどうしましょう。パンパン見たような女がいたじゃないか。そうだったかしら。闇屋見たような風だったな。明日また来るだろう。来たらどうしましょう。どうしようって、こうなったらお前の心一つだよ。お前元通りになれと言われたらなる気か。なる気なら心配しやしないわ。慣れていたってもうあんた知ってるじゃないの、私の体先月からただじゃないもの。わかってるよ。それなら俺の方にも考えがあるんだ。ちゃんと訳を話して断るからいい。断っておとなしく承知してくれるかしら。承知しないわけにはいかないだろう。第一お前とは子供ができていても籍が入っていなかったんだし、念のため田舎の方へも手紙を出したんだし、こっちではそれ相応のことはしていたんだからな。こっちの言うことを聞いてくれないというわけには
行くまいさ。二人は鹿島へ帰る道々も、先父の申し出を退ける方法として、一日も早く佐藤の方へ、千代子の席を入れるように話をし続けた。次の日、一日一夜、待ち構えていたが、その男は姿を見せなかった。二日たち、三日たちして、いつか一月余りになったが、二度とその姿を見せなかった。時効はすっかり変わった。露天のおでん屋や汁粉屋とともに、そろそろ氷屋に変わり始めると、間もなく裏盆が近づいてくる。千代子は夜更けの風のまだ寒かった晩、店のしまい際にふと見かけた人の姿は、他人の空に出会ったのかもしれない。それともあの世から迷ってきたのではなかったかと、気味の悪い心持ちもするので、だいぶお腹が大きくなっていたにもかかわらず、子供を連れて中山のホッケ教授へエコーをしてもらいに行った。また境内の岸母神へも胎児安産の祈願をした。ある日、新小岩の町まで仕込みの買い出しに行った佐藤が帰ってきて、こんな話をした。あの男はやっぱり、俺の見た通り、パンパン屋だよ。あそこに五六十軒もあるだろう。大抵、釜井戸から焼け出されてきたんだそうだね。あら、そう？亀井戸？千代子の耳には亀井戸という一言が意味ありげに響いたらしい。亀井戸には前々から引っかかりがあったらしいのよ。でもあなた、よくわかったわね。裏が田んぼで表は往来から見通しだもの。いつかの女がシュミーズ一つで洗濯をしているから、おやーと思って見てみると、旦那は店口で、溝いつかなんか直していたっけ。あなた、上がってみて。突き止めるところまでやってみなけりゃわからないと思ったからよ。みんなお前のためだ。お茶代一杯、70円取られた。千代子は、やきもちも焼かず、あくる日は早速、ホッケ教授へお礼参りに出かけた。